おはこんこんもこです。デトロイトビカムヒューマン、それぞれのアンドロイドの、まあ、ストーリーが、並行して進んでいるので、毎回ちょっとお話の、今回のお話の主人公っていうのが変わるんですけど、これがもしかしたらどこかで一つになるのか、点と点が線になるのか、それともこのまま並行して、まあ、それぞれのアンドロイドのお話としてエンディングを迎えるのかは、分からないですけど、続き今日もやっていきたいと思います。なあ、終点だよ。終点ですか。ああ、降りてくれ。起こす。起きて。降りないと。バス降りる。あ、どこかに泊まれる場所はありませんか。いや、知らないな。さあ、ほら降りて。残念。アリス、平気？泊まれる場所を見つけようね。寒そう。アリス、急ぎましょう。あれ、快適ではないが安全？ここだって行くんだろう。そこじゃ遠すぎる。今夜泊まりたいの。あ、いなくなっちゃった。行こう、アリス。ここしかない。ここは空き家ね。雨宿りはできる。カーラ、私ここ好きじゃない。そうね。でも一晩だけここなら見つからないでしょ。
ワイヤーカッターがあれば、ワイヤーカッター ダメっぽい。あっちか。ここだったら温まれるわね。でもお金は？ああ、あれ？クリーニング？読む。いらないわ。落ち着かないね。もしかして服を探す？怒られへん？これ怒られるよね。これ怒られるよね。盗む？私たちのじゃないよ。分かってアリス。暖かい服と私の着替えが必要なのよ。盗むなんて、そんなのダメ。ごめんね、アリス。でもこうするしかないの。やばい？怖すぎるねんけど。怖すぎる。絶対気づくやろ。行きましょう。危ない危ない。服着替えられなかった。帽子盗まなくてよかったんじゃない？じゃあもうやっぱりあそこの空き家しかないんや。あっち。入れないね。入れる？あ、40ドルいるから無理な。入らないの？お金も持っていないし、この服のままじゃ泊まれないの。ここしかない。これロックから入れないのかな。あ、ここは歯医者。開いた。
会社みたい。アリス、下がってて。寒ない？車に泊まれるようになった。ここなら濡れないし、誰にも見つからない。ここで寝るのは嫌。他の場所はないの？残ろう。ここにいた方がいいわ。ここだったらきっと安全だから。一晩だけよ。優しい。なんか思いやりとかそういう感情があるんですね。パパは私が嫌いなの？どうしていつも怒ってるの？ただ普通に暮らしたいだけなのに。私がいけない子なの？悪い子だったのかな？だからいつも怒られるの？家族になりたいだけなのに。愛してほしいだけなのに。幸せになっちゃダメなの？わからないわ。置いてったりしないよね。お願い、約束して。約束する。もちろん。ずっと一緒にいてくれる？ずっと一緒。ちょっとお母さん的な存在になってくれてる感じがしますね。よかったね。はい。ここはね、なんか多分いろんなストーリー展開があったんじゃないかな。全く違う展開になる感じがしますね。モーテル、あの空き家の中にも多分ね、泊まれるんじゃないかな。カッターナイフでフェンスを破れば、多分空き家の中で泊まれたかもしれない。あとはあそこのコインランドリーで男の人の帽子まで取らなければ服を着替えることもできたのかなと思ったり、まあいろんな想像ができるけど、これはね、やっぱやった人しか、やった人の答えによって変わってくるので何とも言えないです。他の人のね、動画とかを見たら、多分いろんなね、それぞれのストーリーが展開されてるのかなと思います。はい、ではこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また続きをお楽しみに。バイバーイ。